塗料とは対象物を保護、美装、または独自な機能を付与するために、その表面に塗り付ける材料のこと。日本には古くから漆塗りに代表される塗料の歴史はあったが、洋式塗料の歴史は明治諸島に始まる。日本では家庭用品品質表示法の適用対象とされており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。 塗料には用途に応じて様々なタイプがある。例えば、ペンキやニスに代表されるように、一般に液状で溶剤の揮発、乾燥によって固化、密着し、表面に塗膜を形成して、対象物の美感を整え、保護するもの。あるいは、オイルステインに代表される、粘度が低く、材料の内部に浸透し、材料そのものの劣化を防ぎ、 着色するもの等々である。建築物や構造物、自動車、鉄道などの車両、船舶、電気機械、金属製品、ガーデニング用品、家具、比較、模型など多様な用途ごとに特化したものがある。日本の雑貨工業品品質表示規定では塗膜を形成するための主成分の種類に応じて表示することとしており、特に 完成油を主成分とするものは油性塗料。ニトロセルロースを主成分とするものはラッカー。合成樹脂を主成分とするものは合成樹脂塗料。ゼラックを主成分とするものは主成塗料と表示することになっている。また、かつては有機溶剤で希釈するものが圧倒的に多かったが、最近では環境、健康、利便性等に配慮して、 水で希釈できるタイプの塗料の比率も増えてきている。加えて、溶媒を用いず、剣食成分と増膜成分とで成立させた塗料である、粉体塗料も登場している。なお、出雲大社には、日本古来の塗料である、チャンヌリの伝統がある。チャンヌリとは、松屋にと、エゴマ油と鉛と石灰とゆえを混ぜて製造される。平成の大仙宮でもこの塗料が、 国宝の本殿に塗られた、プラスチックモデル用の油性アクリル樹脂塗料、東京塗料会館、ありがとうございます。